前は何も分かっちゃない。どうでもいいですけど、非常に独り言が大きいですね。あなたもひょっとして実況者ですか？地味にね、砂吹いてるとこ見たりするのも好きですね。まあ、潮吹いてるとこももちろん見るのは大好きです。あと一人ですね。おやすみなさい。死におったぞ。いやいや、完全に殺しにかかってましたけどね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。ゴーストオブツシマの実況プレイ第24回目ですね。前回やってきたウムギ谷の近くで受けれるサブミッションをやっていきましょう。お久しぶりです、雅子さん。雅子殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。浮世草愚者。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村はウムギへ向かうと聞いたが、いつかはわからん。だから待っておったのだ、ずっとな。ずっと待機してるんですか？お体大丈夫ですか？ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組みしておるか。わしは谷へ行く。話したい者がおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい？忘れろ。ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。こっからはね、相手に見つからないように追跡していくという流れになります。うぬぼれて汚る仕事を手伝おうともせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。あんまり兄弟仲は良くないんでしょうかね。あんまり派手に動くとね、ちょっと見つかってしまいますから、慎重に行きましょう。まったくひどい道だな。それにしてもね、事件の全容は未だにつかめませんが、まあ、雅子さんもしくは足立家にね、個人的な恨みを持つ人間が多く関わっているのは間違いなさそうですね。何かありますね、あそこ。父上、家族の仇は討ったぞ。足立のジジイも、その一族も、この世から消えた。吉平は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちは何も覚えちゃいないからな。もうすぐ、大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の千倍以上だぞ。見失うって出てますけどね、大丈夫です。それにしてもね、誰が大金を払ってくれるんでしょうか。まあ、本当に払ってくれるかちょっと微妙ですけどね。当然だよな。お前は何も分かっちゃない。どうでもいいですけど、非常に独り言が大きいですね。あなたもひょっとして実況者ですか？あ、とと。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。まあ、こっから先も普通に上回ってっていいとは思うんですけれども、まあ、普通に下からね、追跡してって特に問題なさそうなので、もうこっからは普通に下を通っていきますね。まあ、上になるのもね、下になるのもね、どちらも嫌いではありません。
狭い谷を抜けてね、民家が見えてまいりましたが、ちょっとどこか曲がりましたね、今。酒をよこせ。一平、お前か。言っただろ。しきたれ言っとるボビン。おい、昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去れなければ、人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。随分と皆さんに嫌われてるみたいですね。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。ちょっとあの発言の意図がよくわかりませんでしたけれども。まあね。なんでしょう。ならず者の集まりなんだからそんなにお高く止まってるんじゃないよっていう意味なんですかね。これ下に降りた方が良さそうですね。まさこさんと合流したいんですが、あちらにいらっしゃいましたね。ちょっと高いですけど大丈夫ですかね。まあまあ。命がなくならなければ大丈夫です。ジン、こちら。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。まあ、泥を吐かせる。どうやって吐くんでしょうね。アサリだったらね、海水につけといたら、まあ、砂を吹いてくれますけど。地味にね、砂吹いてるとこ見たりするのも好きですね。まあ、潮吹いてるとこももちろん見るのは大好きです。間違ってる。足立のジジイの所業を忘れたのか？おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか。金が手に入れば、この島から逃げられるんだぞ。家族を連れて、平和な本土へ行け。早く済ませよ。どこへ行く？追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。雅子さんはね、まあ、相手に、カンパされるのを非常に恐れてますけれども、割とね、結構近くまで行っても気づかれません。浜に来るよう言ってやる。奴は二つ返事で、家来も連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。子供にいたのに。俺は殺しちゃいない。武具を流しただけだからな。畜生だ。雅子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした？あのババアに何ができる？腹渡を引き抜いてやる。抑えて。もう完全にね、リベンジャー雅子さんはね、もう打ち切れ寸前ですけれども、まあ事の成り行きをね、どうにか見守りたいとね、もう少しね、おとなしくしといていただきたいですね。彼らが合流すると言っていた相手はどこにいるんでしょうか？もう待ってるんですかね？一人で来るって話じゃん？念のため連れてきた。なんかいっぱいいますね。腐っても侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か？お待ちを、見届けましょう。これ完全に、話は俺がする。完全に危ないパターンですよね。お待たせして申し訳ない。どっちが大村か答えろ。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おのれ、私の獲物を。ああ、雅子さん、雅子さん。まあ、そりゃそうですよね。こうなってしまってはね、もう雅子さん抑えが効くわけありませんから、もうしょうがありませんね。行きましょう。とりあえずね、いっぱいいるんで人数減らしておかないとね、厄介ですから。貧相な盾の割にはね、防御力高いですね。ただ区内も十分ね、こちら強化してますから、割とね、盾持ってようが刀抱えてようがね、あっさり貫通してしまいます。あと一人ですね。おやすみなさい。死におったぞ。いやいや、完全に殺しにかかってましたけどね。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。雅子さん、毎回こんなつもりじゃなかったっていうですね、なんかもう殺人犯の言い訳みたいなことばっか言ってますけど、あなた生きてましたね、よかったですね。あ、すいません、ついいつもの癖で。海木の家で大村という男に会うであろう。この男は私を脅迫している。殺せ。今すぐには払えぬが、任が終わり次第礼を払おう。
完全に黒幕からの手紙のようですね。形状と同じ家紋だぞ。脅しは不要、沈黙を守れば麦に謝礼を届ける、その時感謝とともに十分な礼を言ったす。あっちにもこっちにも礼をするって言ってますね。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。まだ屈指でなすことがある。檻を見てこい。浮世草愚者完了ですね。気力の五符を手に入れました。まだねこのウムギで受けれるサブミッションというかがありますので、もう少しね進めていきましょう。今度はね別のキャラクターのお話ですね。さあこちらにいらっしゃいますのはみんな大好きなねケンジさんですね。どうしたんですか改まって。酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです。肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっ切る気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがとや。浮世草酒売りの世渡り術。あ、ケンジさんね、毎度毎度トラブルばっかり巻き込まれてますね。仲良くやって、俗に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。もうゴンって言うと完全にゴンギツネしか思いつかないんですけどね。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。やりすぎですよね、ケンジさん。どうやってその肉屋と知り合った。以前血まみれ太郎に借りがありまして、ちょうどその時ゴンが酒を欲しいと言いましてね。それで安酒を高く売りつけて太郎に無事金を返したんです。完全に下道の笑い方ですけど。肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。本当に二度目はとっちめられちまいましたけど。血まみれとやらはどうなった。それが奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら、血まみれをやっちまったんです。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。帰り見るべきだな。血まみれ太郎さんというネーミングもすごいですね。私はもう初恋太郎さんぐらいしか知りませんけどね。あの橋で落ち合います。歩きましょう。
橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。さて、まあね、期せずして、まあ、先ほどの雅子さんのお話とね、まあ、同じような展開というか、まあ、立場としては逆ですけどね、罠の可能性ありありと思った目の前にね、敵の方がいらっしゃいますね。騒ぎを起こさずに賢治を守らねば。なんでまたこんな偏僻なところに。ここなら俺が丸腰だとよくわかるだろ。またご冗談を疑うもんですか。金はどうした。もちろんここに。まったくどうしてこんなことになった。ケンジを殺すにしては数が多すぎるな。金の話をしたいわけではないから。欲しいもんでも打ち入れましょう。アザモーラにすることはあるだろ。アザモーラ飽きないで。ええ、でアザモーラの漁師と知り合って話を聞いたんだ。クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんてデタラメですよ。分かってる。クロードが現れる前、村にアーキッド。こいつ、ことのあらましに詳しすぎますよね。怪しい。とてつもなく怪しいですね。完全にこれもう誰かの入れ知恵がありますよね。ヒヤ、これはこんな兵器を使うのはね、完全にやはり猛虎ですね。ケンジさんが危ない。そうね、思う通りにはさせませんよ。危ない危ない、痛い痛い。デカブツはやっぱり怖いですね。そんなね、ガッチガチの人にはね、暗記を使わせていただきます。気を抜いたらね、もう油断も隙もありゃしない。危ない危ない。まだいる？誰かいますか？あ、弓取りが遠くに。そのままね、隠れといていただければ助かったんですけどね。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ千なきことに命を落とすのだ。千内なんて、すべては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。浮世草逆売りの世渡り術完了ですね。もう少しでね、噂が伝播しそうですね。波順の五歩でいいんでしょうかね。攻めの五歩を手に入れました。さあ、ケンジさんね、ただのね、極潰しで終わるのか、それともね、何かを成し遂げる男に変わるのか、気になるところでありますがね、お話を続けていこうと思います。では今回はここでちょうどいいのでね、このあたりで区切りとさせていただきましょう。ちょっとケンジさんがね、入るところで。はい。では今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価いただけますと励みになります。よろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。じゃあね。